できた！完成だ！うむ、ルルア君、君に告げることがある。え、どうしたんですか？なんか変な言い方ですけど。どうやら君は完全に私を超えたようだ。もう十分に立派な錬金術師と言えるだろう。だから君は免許皆伝だ。さあ広い世界に旅立つがいい。何をおっしゃってるんですか？冷静なツッコミはありがとう。まあ今言った通りよ。ルルアちゃん、もう私より錬金術うまいわよ。だから私から教えられることはもうないってわけ。ふーんって免許皆伝をふーんって。いやだって何も変わらないですよね。免許皆伝だろうと師匠は師匠だし。これからも困ったら頼っちゃいますよ。師匠。ルルアちゃん、まったくもう可愛い弟子だこと。あーでもね、これからは今まで通り付きっきりでってのは難しいかも。え、どうしてですか？あのね、また各地を旅しようと思ってるの。お姉ちゃんと錬金術を広めるために。だからルルアちゃんとはずっと一緒にってわけにはいかなくなっちゃう。そっか。でもそれなら私は師匠を応援します。だって一人前の錬金術師を育てること、それが師匠の夢ですもんね。いろんな場所に行ってじゃんじゃか錬金術師を育てちゃってください。ありがとう。あなたにそう言ってもらえると勇気が出るわ。何せあなたは私の夢を叶えてくれた第1号だからね。師匠のおかげですよ。まったく本当にいい弟子なんだから。涙出てきちゃったわ。ルルアちゃん、あなたは私の自慢だわ。だからこれからもどんどん前に進み続けてね。期待してるわよ、私の一番弟子。